皆さんこんにちは、 NK スタジオズの管理人ナイキでございます。いつもご視聴ありがとうございます。今日100日後曖昧になる男シリーズデイナンバー34でございます。はい、今日ねパーツの方が届きまして、こっちですねパーツの方が届きましたので、あのプリンターの方が無事修理できました。で、あとね僕の知り合いの 3D プリンター詳しい人と仲良くなる機会を得まして、で僕が昨日解釈した通り、あのフィラメントをね上に上げる部分がおそらく悪いのではというふうな、ね、アドバイスをいただきましたので、本日ちょっとねあのそこの部分緩めてみました。で、そこが緩めてみて、それでまたねうまくいけばいいかなと思うんですけど、まあとりあえずねこんだけあのまあノズルがあるので、まあどれだけ焦げても、これもねあの10個で1000円くらいだったので、まあ安かったので、まあまた壊れてもまあいいかなと思うんですけど、でもですねプリンターとしてはそれでもいいんですけど、あのこの企画としてはあの100日で終わらせないといけないので、あのこんなことが頻繁に起きるとねもう本当にたまったもんじゃないんですよ。はい。でね、さっきねそこねちょっと緩めた時外してみたんですよ。そしたらね中からねなんかゴミというかね、なんか結構ちょっと大きめのなんかカスみたいなのがまあ、ポンと落ちまして、で、なんなんだろうな、フィラメントの破片みたいなのが詰まってました。まあそれが原因だといいんですけど、まあそれでね、まあちょっと今からもうちょっと夕方なのでやらないですけど、明日からねまた2台同時でやっていけたらいいかなというふうに思ってます。で、まあ本題なんですけど、あの僕ねあのだいたい10日目10日目くらいで行ったんですけど、あの50日までに全てのプリントパーツを終わらすっていう話をしましたよね。で、あの50日まであと15日しかありません。で、背中のパーツあのまだね下の方とかプリントしてないし、上背中もねあとね3パーツあるので、まあどう考えてもまあ40までに背中が終わったとしても、はい、足をね全部のパーツを10日間で終わらすっていうのはね不可能だと思うんですよ。で、こういう感じでねまたね故障する可能性もあるので、まあそう考えるとね、まあ、大体70日以上75日ぐらいまでかかってしまうような気がするんですよね。で、私ね、まあ、考えました。ただねこんなプリントパーツを皆さんに毎回お見せするもなんだし、そしてあの50日目以降から私がちょっと仕事忙しくなくなるので、まあ、それをね、まあ、全部踏まえまして、まあ、どうしようかと考えた結果、まあ、50日から普通にメカニックパートに突入します。で、まあ、そのメカニックパートを、まあ、回しているあのその裏側でそういう風な感じで足のやつを回してって、だから毎回毎回ねちゃんとしたネタがあるっていう状態になるので、個人的にもね結構いいかなと思ってます。ただですね、本当にこういうことが頻繁に本当に起きそうなので、それだけねちょっと心配ですよね。だから今回ちょっと直したのでね本当にうまくいけばいいんですけど、でもねあのね何なんだろうね、何回かやるとそうなってしまうんだよね、毎回直しても。なんかそれがね本当にちょっとうぜえなっていう感じはあります。で、今日なんですけど、本当にリアルの世界でリア友じゃない人から YouTube やられてません、アイアンマンの人ですよねみたいなことを言われました。はい、すげえ嬉しかった。だからね頑張ろうと思います。はい。で、まだね皆さんには見せてないんですけど、背中のパーツの方もね日々まあまあ頑張っておりますので、だいたいね37日目で公開できるかなというふうには思ってますが、37、38、39、40で、ね、下背中も終わって上半身全部できますよっていう感じになると思うので、私自身も頑張っていきたいかなというふうには思ってます。それではですね、今回アイアンマンになろうと、もう100日後40回目じゃない34回目ですね、頑張っていきたいと思います。それではまたねお会いいたしましょう。アリオスじゃないアリオスは最初の方ばっかり言ってたからね、3000回愛してる。Back at home, feeling misunderstood. In between these ears ain't nothing good. Gotta get my fix, so it's time for me to go. Gonna get on down, this one's for me. All I gotta do is find my keys, and by then I should be headed on down the road.